都市の問題だけでなくね、日本全体のラグビーとして取り組んでいかなきゃいけない、こういうことだと思いますし、あとまあ、12都市に関してはお互いの連携と共同を図るとともに、またいい意味でね、各地区がこう競争しながら自分たちの特色を出すというのが、まあ、これからの方向性じゃないかなと思います。